ん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。今日は、強化されたかまど炭治郎を使っていこうと思います。はい。強化ポイントは、変身後のリーダースキルですね。水と攻撃タイプの HP と回復力が 2.2 倍っていうね。これがもともと2倍だったんですけど、水と回復の HP と回復が 2.2 倍になりました。これめっちゃ地味なんだけど、このね、2倍から 2.2 倍はデカすぎて、4倍だったのが、リダフレで 4.84 倍になるんですよね。だからめちゃめちゃ倍率上がって超強くなったんで、今日はね、かまど炭治郎リーダーで使っていこうと思います。パーティーはこんな感じです。リーダーフレンドが炭治郎で、サブに、ネズコ、マグニート、グレオン、キャプテンアメリカが入ってるね。マーベル、鬼滅の刃、鍵の勇者選手権ドアですね。はい、今日はこちらのキャラ使っていこうと思います。何が選手権かわかりません。やっていきましょう。じゃあ実際にやっていきます。一応武器紹介だけしておきますね。炭治郎はヒコットン継承で、ネズコはこちら、ペニーパーカー装備継承してあげてます。そしてマグニートですね、赤座装備継承です。で、グレオン、まあ、イルミナ装備、もしくはスーパーワン装備とか、スキブとヒトロ強で OK です。そして、キャプテンアメリカですね、超覚醒雲にしてあげて、イノスケつけてあげてます。最後、フレンドはブラキディオス装備つけてあげてます。そんな感じの編成で、じゃあ今日は裏もらっていこうと思います。行きましょう。じゃあ、まずは1階層からやっていきましょう。マグニートを打ってあげて、ネズコを打ちます。はい。そして、炭治郎変身していきます。で、ルーレット利用しながらコンボしてあげてください。特に欠損時はね、こんな感じでルーレット利用しながら組んであげれば、無効感とかも組めますと。はい。で、とりあえずこれでまずはぶん殴っていきます。一回無効感なんか軽く見たいんで、ちょっとね、10コンボしてあげて、どんぐらい軽く出るのかっていうのを見ていこうと思います。はい。あ、意外と強いね。いいね。エンハーリだとこんなもんか。なるほどね。で、その後は炭治郎ループできるんで、炭治郎ループでぶっ倒してあげてください。続きまして2階層ですね。ここは、マグニートとネズコを溜まり次第打ってもらって OK です。はい。しっかりとまずは、12コンボ組んで、これでぶん殴っていきましょう。OK。で、まあ、あとはね、ちゃんと全体ぶん殴れば OK です。1体だけ残っちゃったんで、このままぶっ倒して突破していきます。OK。さあ、続きまして、3階層ですね。3階層は普通に突破してあげれば OK。特に注意点はありません。まあ、無効感とか組んであげればね、体高いんでね。ちょっと炭治郎打って無効感組んでみようか、一回。ね。ルーレットもされるけど、炭治郎のメリットとしてマジで、リダフレで6コンボ加算あるんで、ここさえ組めればとりあえずなんとかなるんですよね。まあ、プラスアルファ組めればさらに軽くも出るんだけど。炭治郎のいいところは、無効貫通組めた時点で軽く出るの確定っていうね。まあ、そこなんですよね。はい。あとは10強組んであげればこんな感じで軽く出すこともできますと。はい。まだグレオも変身前だからね。もっともっと軽くは出ると思います。最終的には。ここもしっかりともう一発無効貫組んでいきます。無効貫通の火力でしっかりぶん殴っていきましょう。こんな感じで無効貫1コンボでもね、軽く出るんでね。これが強いところよね。はい。10コンボいかなくても、こんな感じで炭治郎とネズコで火力が出せますと。いや、強いんよね、マジで。で、4階層。あ、4階層は、ネズコ打ってあげれば OK です。で、3ターン待ってから突破してください。10ターンなんでね、ネズコ打ってから3ターン待ってあげてください。これで問題なく倒せます。で、しっかりとグレオン変身してあげて、あとはぶっ倒していきましょう。いきまーす。無効貫通含んであげて、軽く出しつつ、しっかり全力回復していきます。こんな感じ。こんぐらい組んであげれば絶対大丈夫。炭治郎はマジ火力もね、耐久力もすごいからね。はい、しっかりと14コンボで、これでぶん殴っていきます。で、60万発狂に関しても普通に耐久ができますと。マジ強くね。これがね、リダフレ HP 2.2 倍の力なんですよね。60万発狂ぐらいなら余裕で耐久できるってところですね。やっぱこれ魅力です。結構炭治郎ってこういう耐久ね弱いイメージあったと思うんだけど、2.2 倍になったんで、HP 回復が相当安定感は増えました。はい。ここもしっかりと無効感を含んであげてぶん殴っていきます。15コンボ !OK 突破していく。さあ続きまして5階層ですね。リーダーチェンジは誰が来ても対策できるような編成になっています。はい。なので誰が来ても OK。さあ誰が来るのか。ここですね。トイチェンジ。はい。キャプテンアメリカですね。こいつは3色騎士してあげるだけなんで、何の問題もないです。とりあえず炭治郎打ってあげて、ぶん殴っていきましょう。いきまーす。別に最悪ね、耐久できればいいんで、もう火力は出せんくとも OK やけど、もう全然普通にこんな感じで火力出してぶっ倒していきましょう。いきます。はい。3コンボ加算入れながら、12コンボですね。さあ、これでしっかりとぶん殴っていきます。はい、OK。しっかりとこれ2発で倒していきましょう。はい、無効貫で突破していきます。で、続きまして、6階層ですね。
6階層に関してはもう炭治郎が帰ってくるので問題ないです。クレオンかマグニートを撃ってあげてぶっ倒せば OK ですね。はい、じゃあここはマグニートを撃ちますか。はい、盤面も変えられちゃったんで、あ、でもクレオンでいいかな、開花ナビやし。パズルむずいんだよね。でこのまま炭治郎を撃ってぶっ倒していきます。ただマグニートを別にアシストでね、赤座装備は使う場面は多分ないんだよな。だからむずいところではある。もう全然マグニートも撃っちゃっていいからね。一応8階層で使う場面があるんで、まあ8階層で打とうかな。それでいいと思います。はい、溜まっちゃうよな絶対。じゃあもうここで一発撃っておきましょうか。はい、ここで一発撃っておきます。でここでマグニート撃ってあげることでアシストが溜まらんようにしていきます。はい、まあ溜まってもいいんだけどね、別にそんな問題じゃないけど。でここルーレットで色作ってあげてぶん殴っていきます。やばい、ここちょっとむずいぞ。 OK、 こんな感じかな。無効感を含みながら9コンボ組んで突破していきます。はい、ルーレットと被ると無効感やっぱ普通にむずいね。ただもうこれでしっかりぶっ倒していきます。あえて無駄打ちしておいてたまらんようにしておくと。7階層はネズカ打ちます。はい、ここは覚醒無効回復と計算ドロップされるからね、必ずネズコ打っていきましょう。まあ、炭治郎とネズコマジで相性抜群なんで、本当に。まあ、炭治郎パーティー使うならネズコはほぼ必須みたいなところはある。めちゃめちゃこの二人相性いいんで、しっかりとぶん殴っていけると思います。はい、じゃあ行きましょう。あ、色消されちゃってんのか、ちょっと。とはいえども。はい、こんな感じでしっかりとコンボしてぶん殴っていきます。はい、じゃあしっかりとぶっ倒していこうと思います。行きましょう。ここもね、しっかりと無効貫通含んであげて。さあ、こんな感じで、これで何コンボだろう。しっかりと無効貫含む13コンボで突破していきます。オッケー、やっぱ無効貫の火力高いんでね、無効貫で倒していきます。で、続きまして8階層ですね。8階層、まあ、こいつは別に追い打ち組んでぶっ倒すだけなんで、そんなむずくないですね。で、もう一体の方に関して、ウィシャズに関しては、しっかりとマグニートかグレオンを打ってあげてください。ちょっと一回こんな感じで軽く出してあげて、その後ぶん殴っていきます。はい、で8階層もしっかりと無効貫通でぶっ倒していきます。で続きまして9階層ですね。9階層はどっち来てもちょっとめんどくさいけど、孫権か、孫権は安定してめんどくさいですね。非属性パーティーの場合はしっかりと無効貫3回で殴っていきます。はい、でガネーシャの場合は属性吸収引っかかる場合のみですね。はい、耐久してあげてください。じゃあここは無効貫通しっかりと組んであげて削っていきます。孫権はとにかく毎ターン殴るのが大事なんで、しっかりと毎ターンパズル組んであげてください。こんな感じで無効貫含みながら何コンボだろう、16コンボとかですね、組んであげてこれで削っていきます。19コンボ20コンボさあこれでぶん殴っていきましょう。 OKOK、 いい削り、めっちゃ削るね。じゃあここグレンを打ってあげて炭治郎打ちます。はい、でここもしっかりと無効貫削ってあげてぶん殴っていきましょう。正面欠損してもグレオンあるしね。あとグレオン打つと指めっちゃ安定するんでどうにかなると思います。はい、これでぶん殴っていきます。はい、でしっかりと無効貫通もう一回組んであげて、これで半分までぶん殴っていきます。それとね、こいつね、こんな感じで半分切ってる場合は弱冠反発してくるんですよ。攻撃力上昇と弱冠反発してくるんですけど、もうこうなったらこっちのもんで、あとはねしっかりと炭治郎だけ打ってあげてぶん殴っていきます。はい、それと問題なく倒せるって感じですね。じゃあこんな感じかな。しっかりと火の焦げしと3入れながらぶん殴っていきます。まあ、こいつ半分切ったらめっちゃ柔らかいからね。これでぶっ倒していきましょう。で続きまして10階層ですね。さあ10階層大国主か、まあ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 、ちょっとめんどくさいですけど別にいいやって感じで、ここはグレオン打ってあげてネズコ打ってあげて炭治郎打ちます。はい、炭治郎打って、あとは追い打ち組みながらぶっ倒していきます。いきましょう。パズル超むずいけど、オッケー、しっかりと追い打ち含みながら無効貫通組んでいきます。パズル間に合わんかったからご了承。さあしっかりと追い打ち無効貫で突破していきましょう。オッケー、で続きまして11階層ですね。奇跡に関しては普通に殴ってあげれば OK です。はい、ちなみになんだけど奇跡の攻撃に関してもこんな感じで耐久することができます。はい、
やっぱこれがね、もうマジで 2.2 倍の力ですね。かなり安定感上がってるんで、こういう攻撃も軽々耐久することができます。はい。で、あとは、しっかりと火の6攻撃しながら、11コンボ組んで倒していきましょう。これで OK ですね。はい。で、続きまして、気づいたらもうなんと12階層。ここは、セレアスルーツの場合は、ワンパン狙いに行っていいと思います。はい。てか、狙いに行ってください。あ、ここは、先に炭治郎を取っかな。先に炭治郎を打ってあげて、稲助打ちます。はい。で、しっかりとエンハンス入れながらぶっ倒していきましょう。いきまーす。無効感を含みながら、ちょ、パズルが短い。OK、こんな感じかな。追い打ちと無効感を含みながら、12コンボ。さあ、イノスケエンハの火力も乗るんで、こっちの方が多分倒せるでしょう。OK、しっかりとぶっ倒していきます。はい。で、続きまして13階層、誰が来るか。おでドラか、ちょいめんどくさいな。まあ、こいつは普通に耐久していきます。3ターンだけ耐久してあげてください。グレオン、マグニートあるんで、普通に耐久できます。はい、じゃあこんな感じで3ターン耐久していきます。それとね、こんな感じで盤面が整理されるんで、炭治郎を打ってあげてから、まあ、一回まず削りましょうか、普通にじゃあ。はい、まあ、こんな感じで、回復消しながらぶん殴っていきます。次ぐらいにグレオンも溜まるんで、OK、あと1ターンだね。まずちょっと1ターンだけ耐久します。はい。OK、まあ、削りすぎるってことは絶対にないんで、もうしっかりとまずしっかりぶん殴ってあげたかった人生でした。はい。じゃあここでグレオン打ってあげて、からの炭治郎を打ちます。はい、もう全力火力でいきます、ここは。マグニートは2倍だけど、まあ打たんくていいかな、さすがに。火が、15か。15だから、933ですね。OK、933で削っていきます。いきましょう。さあ、しっかりと、追い打ち無効感を含みながら、933含んであげて、泥強ゼロか。ちょ、それが嫌だけど。まあ、12コンボ、13コンボ、14コンボ。さあ、さすがに倒せるでしょう。OK、しっかりと追い打ちでぶっ倒していきます。さあ、続きまして、ボス。ボスに関しては、だいたい無効貫通で4割ぐらい削れるんで、もうバンバン削っていきましょう。で、6階上がね、アメリカしかないんで、もう早打ちに突破狙っていってください。正面火の4攻撃したからね、大抵の場合盤面にあると思うんだけど、ない場合がやばいからね。はい。じゃあここはマグニートを打ちます。あ、先炭治郎打ったら分かった。まあいいや。とりあえず無効感行きましょうか、無効感。どこで組もうかな。さあこんな感じかな。まず一回無効貫通含んであげて、12コンボ組んでいきます。はい。まあ、削り切るのないと思うんで。OK。だいたい、ま、4割くらい削ってあげると。じゃあ、半分切れそうなんで、ここでキャプテンアメリカを打ってあげましょう。で、グレオンを打ってあげて、炭治郎を打ちます。はい。で、このままぶん殴っていきましょう。いきます。これ炭治郎いらんかったかもな。逆になんか、削りすぎるかもしれん。強すぎて。ただま、多分そんなこともないと思うんで、OK、こんなもんかな。無効感含みながらぶん殴っていきましょう。8、9、10、11。さあ、しっかりとこれでぶん殴っていきます。あ、OK、全然大丈夫でした。てか、もっと全力コンボした方がいいね、逆に。削り難しいな、この編成。多分、思いっきり殴っていいわ、全然。で、これでまず半分いくので、発狂してくるわけなんですが、キャプテンアメリカ積んでるんでね、全然問題ありませんと。こんな感じで耐久できます。で、あとは、ネズコ打ってあげて、全回復。からの炭治郎を打って殴っていきましょう。ここは一旦ちょっと普通殴りしてあげて調整していきます。下手に火力出しすぎるとまずいんで。 OK。 でこれで一回ぶん殴ってあげて、その後突破が一番楽かな。はい、じゃあまず一回これでしっかり12コンボぐらいでぶん殴ってあげて OK。 あとは炭治郎を打って突破したいですね。まあ右側とか殴っといてぶっ倒していきましょう。じゃあ、ここで炭治郎を打ってあげて、無効感でぶっ倒していきましょう。ちょっとあまりに盤面見れないから、まあ、木の位置だけ覚えとこう。いきまーす。木の位置だけ覚えておいて、10コンボは組めるようにしておきます。さすがにね。あ、10コンボ組めないかも。これで大丈夫なはず。さあ、しっかりとこれで10コンボ組んであげて、11コンボ。さあ、まずは無効貫通で1周目ぶっ倒していきます。で、ここからが本番よ。2周目からもしっかりぶん殴っていきましょう。じゃあ、グレアンを打ちます。はい、グレアンを打って、炭治郎を打ちます。
思いっきりぶん殴っていきましょう。でね、泥気を含んでないとめっちゃ軽く出るわけじゃないんで、よいしょ、こんな感じかな。いや、上にこれ置いてこうしよう。はい、もう思いっきり全力で殴っていきます。メコ感含みながらの12コンボですね。ササラの13コンボ。もうとにかく全力コンボで殴っていきます。オッケーオッケー、いい感じで、ここを次も炭治郎で殴っていきます。で、お邪魔目覚めか。オッケー、炭治郎打ってあげて回復4のメコ感でいきます。メコ感含んで、オッケー、こんな感じ。しっかりこれで何コンボだろう、12コンボ組んでいきます。まあ、とにかく炭治郎耐久力は上がってるんでね、普通に耐久者余裕なんで、こんな感じで殴り続けていきましょう。オッケー、削り完璧。じゃあ、ここでもう倒しに行きましょう。炭治郎からのマグニートを打ちます。あ、キャプテンアメリカ打ってあげて、アメリカで6解除からの炭治郎を打ってマグニートを打ちます。あとルーレットで作っていきましょう、色。あと火こんな感じで変えてあげて、じゃあ行きます。しっかりと無効感を含んで、よいしょ、こんな感じかな。 OK、 しっかり無効貫通含みながらの12コンボで、さあさすがに倒せるでしょう。これでぶっ倒していきます。ということで、今回は強化された炭治郎を使ってみた動画でした。普通にね、HP と回復 2.2 倍マジ強くなったわ。ぜひよかったら使ってみてください。じゃあチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。